スタダン研究所。はい、第1回にまでですね、始まりました、新企画スタドン研究所。はい、始まりました。ちょっとね、今お部屋なのでちょっとね、夜も遅いのでちょっと静かにね、やっていきたいと思うんですけど、このね、スタドン研究所という新企画はね、このね、スタドン研究所の研究員第一カーニバルが、とりあえずスタドンに行きまして、普通にね、飯を食うっていう動画になります。ただ飯食うだけです。特に何もなんか採点したりとかもう何もしないです。もうただね、飯を食べるだけっていうね、素晴らしい新シリーズに、なっておりますので、ぜひ皆さんもね、なんか飯でも食いながらね、僕のね、はい、でそれではちょっと夜がね遅いので、早速ね、ちょっとね遠いんですよ。遠いんで、チャリンコでね30分ぐらいかけてスタドンに行きましょう。めちゃくちゃうまかったっすね。なんであんなうまいっすかね。ちょっと車多いわ。はい、ちょっと今、ね、場所を移動しようと思ったんですけど、ちょっと道に迷っちゃって、先ほどのスタドンがね、僕ん家から30分ぐらい自転車でかかるところだったんですけど、なんか、Google マップで調べながら、言ってたんですけど、なんか変な、夜中の公園？怖くね？めっちゃ怖くね？こんな道通る？なんかカンカン聞こえるし。なんかちょっとちょっと、本当に怖いな。なんか、お化けが出てきそうだ。なんか、はい。ちょっと、とりあえずスタドンは美味しかったんですけど、本当に怖いわ。ちょっと、また第2回で、お会いしましょう。では、本当に怖くね？こんな道で合ってんの？俺死ぬの？